こんばんばは小石邦之です今日ご紹介する本は、えー、The g o l 2、えー、という、えー、ビジネス小説の本です。えっ、ー、と、ちょっと前に The g o l も書評で取り上げました。えー、その続編です。えー、The g o l 2、えー。どちらにしても、えー、もうバカ売れしている、えー、普及の名作です。 でえー、何かと言いますとこう、えー、ビ,ジビジネスというかあの会社あの経営を、まあ、立て直す、まあ、サクセスストーリーというかビジネス小説になってるんですけども「えザ・ゴール・ワン」ではあ、まあ、主人公の、まあ、工場長がいて、えー、工場を再、えー、見事再建すると、えーまあ、いろんなこう、まあ、工場におけるその プロセスの糞ん詰まりを解消したりだとかあまあ利益を上げて、えー、でまあプライベートもうまくいってっていう、えー、そのよくあるビジネスのサクセスストーリーでその続編の「t h e g o l 2という、えー、小説です、えーえー、舞台は変わってその工場長が、えー、そこの副社長みたいなポジションに副部、えー、本部長か営業本部長みたいな ポジションになって、えー、ザ・ゴールワンで、えー、いやこのゴールザ・ゴールワン、えー、というか旧作で、えーまあ、有雅な部下であったあ2名の者のを、まあ、子会社に行かせててでその子会社をまあ経営、えーまあ、を、まあ、立て直す、えー、だとか、まあ、はたまた横やりが入ってその えー、売却しようかという,う話もあったりとかで、えー、それをもう立て直す、えー、その子会社をどう立て直らせるかっていう、えー、ところがまあ,あこの主なストーリーであります。で、えー、前作同様そのプライベートーに関してもまあいろんな諸問題というかその。 まあ家族うううううお子さんとの関係、えー、こんな、えー、提案があるけどっていうことでロジックをツリーを用いて、えー、解いていくっていうあのまあ非常にまあ,あ優れたビジネス書になってます。<laughs> でま,まあ細かく言いますと <laughs>、えーえー、その二、えー、つの子会社が,あがまあ立ちい てないんだけど、まあね、どうしたら立ち行くかっていうところで1、えーまあ、社は化粧品の卸しかなあ、えー、っていうところで、まああえー、販売店本部から販売店への流通をどうするかとか、えー、それをスピーディーにやっていくとかまあそういったことが書かれてます。 えー、あとはそう,、えー、そうですね、えー、営業のアプローチをどうするかっていうところで、えー、まあ顧客が望んでるのは何っていうところを突き詰めて、えー、提案せよといったところで何、えー、て言ったらいいんですかね、えー、売れてるもののこうスクリプトを真似るんじゃなしに まあ、もっともっと顧客のことを突き詰めてっていうので、まあ、成功していったりだとか、えー、そういったことがあ書かれております。で、えーまあ、最終的にその子会社は、えー、バイアウトされるのか、えー、一本立ち一人立ち、えー、で生き残っていくのかっていうことも書かれております。えーまあ、あ高値でバ アウトするのもまあアメリカ的にはいいのかもかもわらないアメ,アメリカのビジネス手法,手法的にはいいのかもわかりませんけどもやっぱりそこにい,い,いる会社の従業員はあそう見寄りされるより、えー、独自で、えー、頑張っていきたいという気持ちもあるしまあそういったメンタル面も強く書か,か,か,かれております。で一方そのプライベートの面ではその えー、子供がまあ,あ車を借りたいいや車を借りるのはあいろんな難しい問題があるとでそのどういう折り合いをつけていくのかとか、えー、娘があダンスパーティーに行きたいとそんな、えー、あまり好ましいことじゃないとでも私は行きたいんだとじゃあそこをどう折り合いつけていくのかと、えー、そういうのもおえー まあ、ビジネス手法というか、まあ、未来思考ロジックツーリーみたいなあこトピックが出てくるんですけどそれを用いて、えー、解決していくっていう流れになっております。で、えー、この前作のゴールであの奥さんがあ主人公の奥さんはビジネス無知であって、まあ、ちょっとヒス,ヒステリックになったりとかの場面もあったんですけど。 2ではその奥さんが、えー、大,大活躍っていうかあの話の突発からじゃあこの解決方法ではどう、えー、結びつけるとかバン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 あの前のめりになってやっていくっていうのがなんか痛快でそれも面白いんですね。はい「t h e g o l 読んだらもう2も読みたくなること受けいなしなので、えー 一つ紹介しておきますではまた明日お会いしましょう。いってらっしゃい。